いや、じゃあ最近はどうなんよ、じゃあ。そんなこと言うんやったら。最近なんやろな。最近忙しいな。微妙に。うん、ええー。うん。ええー、やん。なんか、ああ、ええー、かな。うん。もうなんか、毎日コンサル生と通話して、やりとり、ズームでコンサルして、そっから仕事行って、とか、仕事行って、なんか、セネガルビジネスの仕事行ってとか、うん。で、ゴルフやる、週7でゴルフやってるっていうことをね、生きてたんですけど、うん、ちょっと前までは。今、週7できなくなってて、その時間の関係で。ああ、はいはいはい。なんか、週6、5、4とか、3とか、2ぐらいまで減ってしまう週もあったりして。おお。不安ですね。うん、すごい不安。焦ってきた人生。大丈夫、そう、大丈夫かな俺、週2しかゴルフやってなくてみたいな。このままで俺の人生みたいな。人生焦ってきた。焦ってくる時もあったりみたいな。うん、なるほどな。仕事全くしてないとかしても焦ったりせえへんの。ゴルフの時間減ったら不安になってくるっていうね。作戦会議戦闘。そう、うん。なんかもう今回ちゃんとノートにブレインダンプしてる。夜道散歩とかして。そう。あの、オフラインにして、SNS 立ちして。ああ、はいはい。携帯とかも置いて、手ぶらで、注げて。そう。あ、でもなく散歩とかして。うん。うん、うん。よし、大丈夫や、ゴルフも順調やって、せな不安になるぐらいに。とかもあったりみたいな話しますけど。うん、ああ、なるほど。そうか。うん。ええやんか。っていうね。ええやんかとしか言いようがないわな。うん。それで、うん。ないない。うん。いや、何もなかったわ。ちょっと転調したのに、音程が。そう、ね、うん。なんかちょっと意味あることを行こうかな思ったけど、別に。意味あるブロックとかじゃなくて何も出てけへんかった。なるほど。そうか。いやあ、そう、ね、あれやな。もっとじゃあ、どうでもいいレベルを上げていくと。うん。今これ収録してるのが3月6日なんですよね。3月6日土曜日ね。うん、多分アップするのはね、4月中旬ぐらいなのかな、これ多分。うんうんうん、結構溜まってるからね、音声が。はいはい。貯金がね。なんですけど、3月、莫大な貯金が、あさって、3月8日。はい。何の日でしょう。3月8日月曜日やろ。はい。もうまあ配信されてる頃にはもうそれね、終わってるんやけども。あ、ことだ。全然わからへん。うん。ひな祭りの後の。新エヴァンゲリオンが公開されるんですね。クソどうでもいい。って言ったら怒られそうやな。ファンの人多そうやからな。いや、だからハミラジ聞いてる人で多分エヴァ見に、もう行きましたっていう人結構いてると思うで、今。そうやな。嘘です。うんうん、楽しみです。じゃあ僕も楽しみです。いや、もう。新エヴァンゲリオン。新エヴァンゲリオン。うん、何じゃそれ。ほんまに知らんだよな。知らん。うん。それは何なん？それは、ね。まあ、だから、エヴァって、もう、うん、テレビ版が始まってから25、6年ぐらい経ってんのよ。ええー。うん。で、それが、本当に終わる。ええー。とされてるっていうか、まあ、本当に終わると思うんやけど。ええー、そうなんや。うん。まあ、一応テレビ版では完結したんだけど。そういうこと言ってなかった。うん。そう、一旦完結はしてるんやけど。うん。なんか、そっから14年ぐらい間いて、もう一回新劇場版やりますってなって、それがもう、うん、でも10年、以上、十何年前やな。うん。多分、うん。に、やります、三部作でやります、みたいなので。まあ、なんか、ジョーハー級って聞いたことある。ジョーハー級、なんかそれは聞いたことある。そう。うん、それが、まあ結局三部じゃなくて四部構成になって、うん。その本場の最後のやつ。ジョーハー級言うてもたらもう何もないやな。ジョーハー級で、シン。はいはいはい。それが明後日公開なんですよ。明後日公開なんや。うん。じゃあ見に行くわけや、あなたも。もちろん初日に見に行きますよ。ええー。新宿で。ちゃる。光江で光江ちゃうわ。ピカデリーかな。ピカピカデリーや。うん。バルトナインで。そう、バルトナインかピカデリーか忘れたけど。うん、うん。見に行きますよ。ええー。誰と、うん、友達と。ああ、うん。何人で二人で。ええー。男の子と男の子。その後じゃあ飯も食ったりするんや。興味あるんや。ある。ある。まあ飯食うんじゃないですかね。はいはいはい。どうやったら言うて。うん、まあそれ感想先生なあかんもんね。まあそうね。それの日なんだ。
そう、あさって。で、明日、まあ、もっとどうでもよくないけど、うん、ビズキャンプの勉強会があって、うん、明日。おお。どうでもよくないやつですね。どうでもよくないけど、そのまあ、はみらじ的にはさ、別にさ、リスナーの方で言ったら、まあ、ビズキャンプのメンバーさんはあれやけど、うん、じゃなかったらあれやけど、まあ、私事になるけどっていう意味で。あ、はいはいはい。まあ、明日、だからビズキャンプのイベントやって、で、まあ、懇親会やって、うん、で、その次の日、エヴァなんで、うん、まあ、都内まだ泊まって。ああ、じゃあ今都内におるわけね。うん、今も都内行ってますね、ホテルに。新宿に泊まってますよ。あ、ホテルからこれ、録音してんねや。そうです。どこ泊まってんの、うん、プリンスホテル。ああ、ちょっとええ。西武新宿のあの。はいはいはい。ちょっとええとこ泊まってからに。あ、全然でも、あれやで、GoTo じゃないけど、うん、今安いよ。プリンスホテルとかも。あ、そうなんや。うん。GoTo ちゃうのに安いな。GoTo ちゃう。まあ確かに客おらんから。安い安い安い。うん、チャンス。新宿やった。あと、京王プラザとかもめっちゃ安い。うんうんうん。新宿のプリンスホテルとか結構ね、あのね、うん、おすすめなんですよ、うん。何でおすすめかっていうと、うん、ナンパとかでも結構いいっていう。あ、上のバーやろ？じゃないじゃない。部屋借りて、そこに連れてくるっていうね。うん、ああ、なるほどな。いや、なんかもうほんま売春とか風俗とかの巣窟っていうイメージしかないけどね。あ、確かに、ここ古いから、あれなんや、その、ね、カードキーでさ、あの、エレベーターの時カードキーとかいらんから。そうそうそう、誰でもまあ、出入り、出入りできるから。そうそうそう、確かに確かに。デリヘル読んだりとかもできる。デリヘル呼びやすいね。とか ね、AV の撮影とかも部屋でやってるし。へぇ、だからね、おすすめっすね。なるほどな。また隣で撮影してるかもしれんけど、今。うん、そうね。うん。隣で誰かデリヘル呼んでるかもわからんけど。うん。もしかしたら俺もデリヘルこの後呼ぶかもしれんし。もう呼んでて、それ待ちかもしれんしね。待ちの間、空き時間で。待ちの空き時間で来るまでの間だけの収録かもしれんからね。もう終わったかもしれへんし。で、二人目呼ぶかもしれんしね。今こう喋ってるけど横で女の子寝てるかもわからんから、ね。ああ、それはあるね。もう全然、うんうん。全然あると思います。そう。まあ、その辺ね、どんなシチュエーションなんやろっていうのを想像しながら、妄想しながら聞いていただけると、より作業がはかどるんじゃないかっていうね。確かにね。うん、っていうのは一理ありますね。ありますね。はかどるでしょうね。掃除とかやってるんやったら。うん、いや、はかどるな。羨ましいな。うん。うん。やっぱ作業用音声を気楽に聞けるからいいっすよ。うん。うん。確かに。うん、集中せんでいいっすもん。うん、ね、やっぱ、音声ニーズ高まってますよね、時代的にも、ね。いや、俺も欲しいって思うもん、ほんまに。そうね、俺も、ね。あ、だからね、最近ね、最近ね。うん、転調した、転調した。そう、サビ行くん。大サビ行きそうになった。いや、まだ B メロ、B メロ。B メロ、まだ B メロ。うん、サビ一回終わってるんや、じゃあ。いや、終わってない、終わってない。一番の B メロが。あ、一番の B メロ。B メロ。だから、音声欲しすぎて、その動画よりさ、聞くものが。うん、探しまくってて、うん、でも俺、うん、あんま、音楽ばっか聴いててもしんどくなってくるから。うん。っていうのは最近もうほんまに嫌やってんけど、今まで。オーディオブックってあるやん。うん、ああ、はいはいはい。まあ今とかやったら、ね、アマゾン、キンドルのオーディオ。うん、あるね。オーディブルみたいなのがあるやん。オーディブル。うん。とか、オーディオブック .jp みたいな、なんかそういう感じのな、本を朗読してくれて、うん、それ、まあ聴けるサービスみたいなのあるんですけど。うん。まあうんうん、ほんまに嫌やったけど、最近ね、うん、入会したわ、その。で、あ、聞いてんの？そう、本聞いてる。でもね、アマゾンの方はいいんやけど、その、オーディオブック .jp みたいな、クソみたいな本しか置いてなくて。うん、あー、やろうな。うん、なんかね。しかも、そのクソみたいな本を、聞いてられへん。音読のスピードで聞いてられへんやん。まあ、もちろん2倍速とか 1.5 倍とかで聞くんやけど、それでも聞いてられへん。うん、なんか、作業はかどらへん、一個も。やっぱ、うん、あんまおすすめじゃないなっていうね。おすすめじゃないんやな。おすすめじゃないなっていう。で、ほんまに聞きたい本とかインプットしたい本って読みたいし、うん、普通に本で。そうやな。読んだ方が入ってくる、ね。入る、うん。そうか、そうか。うん。いい本あんまそのオーディオの方でないし、みたいな。うん。そうか。でも結構俺もまあ、聞くな。何聞くん？音楽はあんま聞かへんから、そもそも。うん。音楽なんか時間稼げやんからな、あんまり。
ほんまにたまにしか聞かへん。うん。でも、YouTube とか、うん。まあ、例えば、あのやろ、ざっくりの YouTube あるやんか、うん、ざっくりハイタッチって、ああ。いう番組やってた、千原ジュニアと、小籔と、フットボールアワーのチャンネルとか、うん。うん、なんか、かまいたちのチャンネルとか、ああ。ああいうなんか、ゆるーく聞ける系。あ、それを。聞ける系やん。見てるんじゃなくて、流してる感じなんや。あ、そうそう、もう、だから、イヤホンだけつけて、聞いてるっていう。うん。はいはいはい。あとは、なんかあの、TVer っていうさ、テレビの見逃し配信やってくれてるサイト。ええー。あ、あるな。とか、なんか、もう、しょうもない、ひな壇バラエティみたいな、とかあるやん。アメトークとかさ。うん。アメトークはでもあんま見えひんな。なんか、うん、でも、まあ、千鳥に出てるような番組あるやん。千鳥とか、はいはいはい、とか。ああいうのってもうなんか、ほんま聞き流せるやん。うん。そういうのかけたりとか。ああ、いやいやいや。うん。あ、でも同じ感じのことするな。うん。うん。音声だけ聞く、俺も。そう、音声だけ。見なあかんのし、それこそゴルフのやつとか、うん、レッスンしてくれてるから見なあかんやん。ああ。うん。とか、ラウンドしててもね、見なあかんやん。そう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 。もう見なあかんのしんどなってきてる。一時期でもね、ゴルフを垂れ流す時期もあったんよね。なんか、ゴルフ TV みたいな、名前忘れたけど、なんかアプリあって。うん。あ、ゴルフ TV ってあるよ、うん。そう、見放題みたいなやつあるやん。ある。金かかったっけ？かからんと忘れたけど。金かかるプランもあるけど、無料で手に入れる。うん。それを、だからひたすらかけてた時期もあったんやけど。うん。見てまうから、結局。そう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 。そう。で、何時間、何時間って丸々ごっそり持ってかれるかな。そうなんよ。うん、そうなんよ。試合全部見てまうからな。そう、あの、ゴルフの試合なんか、5時間とかね、取られるから、ね、そう全然。で、気になった選手おったら調べて、その子の YouTube とかめっちゃ見てもうたりするからな。丸一日持ってかれるね、全然。そう。やっぱそんな日もありますよね、だからね。うん、だそういう意味で、音声一番いいな。音声いいと思いますね。うん。ハミラジの時代やな。そうそう。いや、はかどってるんじゃないですか？うん。うん。ね。結構、ちょうどいいこのゆるふわ感というか、うん。ほんまに何も学びないけど、まあ、なんていうかな。シーンともせず、だらだら、なんもない話を、ね、一定の、なんていうか、ペースでというか、うん。喋ってるやんか、今ずっと。うん。うん。確かに。こういうのがやっぱ一番はかどるよね。確かに一番流しときたいよね、とりあえず家とかでね。ああ、実に流しときたい。アレクサって言ってね。ハミラジを再生してって。してくれるんかな。すみません。よくわかりませんって言われると思うけど。すみません。おもんないです。言われるかもしれんけども。いや、いつかね、アレクサハミラジを再生してで。確かに。再生してで再生され。再生してでね、再生されるようになりたいですね。それ目標っすね。それ目標。うん、どんな規模になったら、どんな規模になったら再生してくれるのか知らんけど。うん。Spotify とかでね、ハミラジのラジオみたいなのね。確かに。うん。やりたいね。ポッドキャストとかでね。うん、そう、そう。そうっすね。え、どうですか？そんな感じですか？最近は。最近に関してはそうね。うん、どの最近か知らんけど。うん。まあでも、うん、ね、皆さん何の作業してるか、わかんないですけど。作業せずに、これ真剣に聞いてたらめっちゃおもろいけどな。うん、まあなんか、例えば寝る前とかね、聞いてくれてる可能性あるな。うん。うん、そう、作業で思い出したけど。お、ついにサビに突入、うん、これサビやな。うん、おー。一つ目のサビ。うん、はいはい。で、作業で思い出したけど、で作業やる気出えへん時ってある、うん、あるやん。っていう話。緩やかなサビ。あん盛り上がらないサビ。音程は上がらないサビ。聞いたことない曲やった。あれこれ、サビみたいな。くらいの。うん。抑揚しかないけども。今のサビやったんや、みたいなね。やる気がなんてやる気が出ない時の。やる気出ない時。うん。あるよねっていう話なんやけど。うん、ああ。あるよねっていう話ね。あるよね。あの、結構言われんのもある。言われんのもその。ああ、はい、はい。結構ね、あの、勘違いされてるというか、なんか超人やと勘違いされる時ってあるやん。あの、教えてる
から先生やと思われて。ああ、はいはい。先生やと思われてる。先生やと思われてて、まあ先生やねんけど、先生やねんけど、その、例えば俺とかやったらナンパやから、その、1日10時間やってましたって言うからさ、言うてるし、まあほんまやねんけど、だから、確かに。思われてるのは、まあ、毎日10時間、常にもうすごいモチベーションをキープしたまま毎日10時間、もう一個も、地蔵とか、その、落ち込んだりせずに、ずっと取り組んでるんです、たんですよね、みたいな。それがすごいですね、みたいな勘違いされるときある。ああ、その完全無欠のナンパシャオドンやと思われてるわけね。そうそう、完全無欠で、その、モチベーション下がるなんてことはないみたいなね、人。ああ。そう、自分あるんじゃない、その、ビジネスやったらさ、なんかブログ書かなあかんな、とか、うん、今日メルマが書かなあかん日やな、ってあってさ。ああ、はいはい。でもやる気出えへんってあるやん。ああ、まあそうね。そんなん無限にあるよ。うん、でもそれ今まであんまりブログ書いたりとか、その文章書いたりする仕事じゃなくなってるけど、もう。あ、まあ書いてた時期とかさ。そうね。やとしてもそうやし、別に今でもそうやけど、別にそんなん、あるやん。うん、あるけど、ないと思われたりせえへんからな。ブログ、まあ、か、今日書かなあかんブログってなったら、今からピャって書いて、すぐ配信するみたいなキャラやと思われたりするやん。最強やと勘違いされるみたいなね。そう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 。うん、で、あるよ。全然そんなことなくて、うんうん、やる気出へんことなんか無限にあるでっていうね。あの。ああ、なるほどね。だから一番。ここでだからやる気の出し方とかの話じゃなくて、あ、いや、そんなやる気出へん時あるでっていう話ね。そうそうそう。やる気でもその話って結構大事やな。ただ大事や言うてもった。ああ、説明してくんのもしかして。なぜ大事かを説明してくんのそれは。やめてくれ。説明せん。なぜ、説明はなぜやる気出ない時があることを受け入れるのが大事なの人生にとって。ビジネス進める上で。東大式的に。ごめん、30分くらいかかるけど大丈夫かな。これ一つ説明するの。ほんまにいや。作業はかどらへん、その説明されたら、うん。いや、なんかさ、別に、ほんま別に意味ある話じゃないけど、うん、なんか、まあじゃあナンパもそうやし、ビジネスとかもそうやけどさ、うん、別にもっと言った著名人の人とかの情報発信とかも含めて、うん、なんか、やっぱ、そう思われがちやんか。うん。うん。でもなんか、その辺の、意外とでも、蓋開けてみたらみんなクズやし。あ、ほんまに？うん。クズ。普通の人。クズやん。うん。普通の人。うん。うん。そうなんよ。でもまあまあ、その、まあ、発信してる以上、うん、なんか、まあ、言ったら自分で言いたいこと自分で言うてんねんから、うん、ええとこ切り取って発信しがちになるわけやんか。うんうんうん。うん。やから、なんかそう思う人多いけど、うん。全然そんなことないでっていう、みんな。うん。うん。だから、俺とかも、ナンパやってたのなんか、街に出るやん。まあ、まあ、やる気出へん。やる気出へんことなんか無限にあるわけよ。うん。あ、なんか今日テンション上がれへんなとか、なんか、声かけんのしんどいなとか、うん、なんか、話しかけたとしても、うん、あ、もう頭回ってけへんくて、無言になってまうまなとか、うん。なんか今日は、美女が怖いなとか、なんかセルフイメージ、うん、今日俺低いから、なんか美女怖いみたいな、うん。うん。無限にあると。で、その時に、みんな、うん、真面目なんで、やっぱ皆さんね。そんなモチベーション下がってる俺あかんみたいな。もっと頑張っていかなあかんみたいなね。うんうんうん、そうやって、うん、まあそうやって焚きつけることもたまには大事ですけど、うん。やる気出えへん時ね、まあ、やらんかったらいいんすよね。俺もね、そうやってやる気出えへんくなるじゃないですか。うん、やる気出えへんな、なんか、ソフトクリームでも買って、とか、道で合わるクレープでも買って、ボケと食おうみたいなね、うん。そんな感じで過ごしてますからね、俺。ストリートナンパ中。うん。うん。そらそうやろ。そらそうかね。そらそうやって思われてないよ。うん、まあ確かにな。でもそらそうなんですよね。だってそんな、ね、なんていうかな、単調にやる気がさ、うん、なんていうかな、やればやるほど増えていくとかさ。うんうん。別に増えなかったとしても、毎日毎日一定のやる気っていうのをさ、うん、こう維持できるか、なわけないし。うん、そう。それは上がったり下がったり、それは一生その繰り返しですよっていう。そう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 。高い時もあれば低い時も、うん、そらあるよ。うん。波波。うん。低い時、低い時ね、気にしないって大事ですよね、ほんまに。あ、大事なこと言うた？いや、大事なこと俺は言うわ。普段あんま言ってないから。逆に。ああ、なるほど。うんうん。なるほど、ええー、なうん。俺も説明したなってきた。いや、俺別に説明するわけちゃうから。説明したいな。説明じゃないか。説明のフラストレーション溜まってきた。ここ説明する場所あるみたいな。せっかく収録させていただいてんのに。
説明力発揮させてよ。やめて、それやったら皆さんの作業はかどらへんから、やめて。うん、聞かなあかん。メモ取らなあかん、この説明されたら。何も言わん。うん、何も言わんけど、それはね、波あるよ。うん。うん、逆にね、どういう風にね、過ごしてるかっていうね、クズさアピールをね、しようやる。そうなんだから、俺は結構それを、だから、なんていうか、別に個人でやってた時もそうやけど、心がけてはいるよね。うん、確かにね、なんか、完璧超人みたいな。出そうという、そう。クズさ出そうとしてるけど、うん、伝わってないよね、あんまね。なんていうか、完璧超人って究極やけどさ、例えば思われたら、接しづらなるやん。そうやな。絡みづらい人やんな、うん。うん。やっぱ、そうですよ。全然、ネットフリックスばっか見たな、今日は、とか。いや、ミラク、アベマずっと見てたわ、とか。なんか、うん、今日ブログ書こうと思って、パーンで、やる気出えへんな、と今日は。うん。でも、やる気出えへんけど、今日書くって決めたと。書かなあかんと。うん。うん、で、まあ、要言うは、とりあえず、パソコンの前に座れ、みたいなさ。その、うん、で、とりあえず書き始めろ、みたいな言うやん。うん。うん。で、確かにそれやってたら乗ってきて書けるみたいなこともあんねんけど、その日、うん、座って、まあ、こんにちは、奥村です、みたいなところからメルマガ書き始めるわけよね。はいはい。どうも、奥村です。一行書いたと、うん。もう何も出てけへん、みたいなね。うん。あんのよね、もう。結構。特にあれよね、奥村とかのメルマガとかの場合、冒頭で絶対なんかその、一ふざけ。ああ、まあまあ、ね、その、冒頭小話入れがちやんか。まあ、俺も、個人で書いてた時そうやけど。うん、入れ。なんかやっぱ気持ち悪くて入れてまうという。そうやな、いきなり本題に入るの、なんか、ノットリードを壁越えれてない気がしてみたいなね。いや別になんかそういう理由もあるっちゃあるんやけど、なんか普通に気持ち悪いな、みたいな。なんかちょっと、なんかコミュ障な気するから、あっためたい、ね。そう、いきなり、そうそう。別にそれ普通にさ、あ、こんにちはって言って会って、うん、まあなんか喋るっていう時もさ、うん、いきなり本題っていうのってさ、うん、なんか、嫌やん。なんか変よね。違和感あるよね、うん、コミュニケーションとしてね。なんか、せっかちな人やなっていう。うんうん、なるというかさ。うん、っていうの。その、だからやっぱ、ね、冒頭が出てけえへんなとかってことや。そう、出てけえへんと。うん、じゃあ、言うて。ちょっと YouTube で一回、みたいな言うて。ゴルフ見てもて、お笑い見てもて。わけわからん、格闘技とかのね。動画見てもうて。で、格闘技 K1 とか見始めたら、うん、どんどん昔のまで遡っていってみたいな。うん、うん。あるある。どんどん見ていって、あーってなったらもうその机と椅子から離れて、関係ないキッチンとか行ってタバコも吸い始めてみたいな。あー、はいはい、はい。で、あー、もうちょい快適に見たいなってなって、ソファーとかベッド行って、寝転がって見て、眠なってきて、寝て、起きて、うわ、3時間、4時間とって思った。でももうそうなって立ってるから、ちょっと腹、うん、今からメルマガ書かれへんから腹減ってるし、まずなんか食わなんか言うて、うん、すごいジャンキーなもん食うて、うん、ハンバーガーとか食うて、うんうん。また、ほら、ちょっと一服せなあかんね。そう、またタバコ吸って、コーヒーも飲まなあかんな言うて、うん、飲んで、うん、ああ言うて、まあ、ちょっと眠なってくるし。うんうん、そうやな。でやったら、うん、ちょっと1時間で書けるメルマガを書き始めようと思って、丸1日持ってかれるみたいなね。ありますからね。うん。やっぱその、アイドリング、長い。俺も特にやけど。そう。めっちゃ長いもん、俺も。5分でね、5分だけ見るとか決めたらいいんですけどね。うん、やったら早いのに、みたいな。そう、10分だけ見るって決めてやんねんけど、うん、過ぎるね。うん、すぐ。過ぎる。うん。そういうもんやで。そんな僕でもいけるんですからね、皆さんは。まあ自分でやっていくって、そういうことでもあるから。確かに。自分でビジネスやっていく、自分でナンパやっていく。自分でゴルフやっていくってそういうことですからね。うん。うん。誰も怒ってくれへんから、一人でやってたら。うん、うん。強制力働く環境なんてないしね。うん。うん。ないな。確かに。かといって無理やりやらされたら、それね、主人公感なくなってちゃうからな。うん。まあ自分でちゃんと強制力働く環境づくりみたいなね。ああ、まあ、知らん。いいよ、説明しかけた、今、そ、ちょっと。普通に気抜いてた。よう止まれたな。うん。だいぶ、だって俺、すごい、なんていうかな、姿勢。まあ、ちょっと、画像とか撮って見せたいけど、うん、すごい、なんていうかな、半分横になりかけながら、タバコ吸いながら喋ってるからね。ええなぁ、俺もタバコのコーナー行こうかな。うん。
てか説明せんくなったら口数まで減ってるやないか、自分。なんか俺ばっかり。何も喋って説明引いたら、コミュ力下がるって。無口、無口になるやん。終わりやん。いやいや。もっとなんかその、たわいもない話上手でありたい。いや、上手やん。普段上手やん。普段意味ない話ばっかしてるやん。してるな。うん。なんで、せんからな。うん、ラジオになったら意味ある話したなるのやろな。そうかな。自意識、自意識やん。自意識かな。うん、いやー、まあ、そんな感じですね、じゃあ最近は。うん。そうね。うん。Thank you.